写真拡大。巨人 6-6 阪神、24日、東京ドーム。一進一退の攻防で引き分け。巨人は9回に逃げ切れず、阪神は執念で追いついた。2位阪神、3位巨人の直接対決。阪神の遊撃中野がビッグプレーでチームを救った。6-6の9回、一死満塁。丸の三遊間への打球をダイビングキャッチすると、すぐさま起き上がって本塁へ送球。捕手坂本もうまくすくい上げ、間一髪のタイミングでアウトとした。セーフとなればサヨナラの場面。巨人原監督がリクエストを要求したが、リプレイ検証でも判定は覆らなかった。自打者の中田も U字架に倒れ、試合終了となった。